ートは10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1、GO！ 行け、タクミ！全開走行だ！よし、ケイスケさんが前を取った。ストレートでちぎるのは不本意だが、これはタイムアタック。第1コーナーの突っ込みまでにたっぷりマージンを取る。そして国産最強のコーナリングマシン FD がコーナーも制す。すっげえ、 FD 超絶速え。やっぱ86じゃ勝負になんねえよね。壁にも当たらず抜けてっちまった。シャインスピードで分かるやつ見たことない。すげえ、なんだあの86、やべえ、これ速えぞ。差が詰まってる。バカ、そんなことあるわけない。スタートダッシュを見る限りパワーはせいぜい150馬力。ケースケの言うモンスターマシンとは何でもない。シフトポイントが速いのはラリー用のクロスミッションを組んでいるから。だからといってケースケの FD が負ける理由は見つからない。もしそんなことがあるとすれば、モンスターなのは車ではなくドライバー。わかんない速さで抜けてきやがった。いつ吹っ飛んでもおかしくねえぞ。別に下りの恐怖ってものも感じてねえのか。マジですか。タクミンチの親父さんが伝説の走り屋だったって。ああ、けどただのぶっきらぼうな豆腐屋のおっさんですよ。間違いない。そしてその人が自分の代わりにタクミをよこしたってことは信じられないですよ。これタクミは86さえ知らなかったんですよ。あいつコーナー間のストレスを流しっぱなしで抜けてったぞ。なんだあれ、俺たちが考えてるドリフトとは違うものだぜ。まるで芸術、ほとんどカウンターを当てない前回の4輪ドリフト。86という車を限界領域で自分の手足のようにコントロールしている。非力な86では失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速を一切せず最短距離を抜けていく。追いつかない。ケースケだ。あ、煽られてる。そうだ、アキラの86めっちゃバーン。そうだ、ケースケさんが煽られるなんて。この先後半は勾配がきつくなり、ストレートが減って最後速くなった。ケースケさん大丈夫ですよ。誤算だった。これほどとは。峠でも圧倒的に下りが難しい。上りはミスしてもごまかしが効くが、下りのミスは即事故につながる。特にアキラは勾配がきつく、その恐怖は波でも下りを制するダウンヒルスペシャリストこそ最速の走り屋。どうしたっていうんだ、ここまで俺が追い回されるなんて。この前より隙がなくなってる。その上にセカンドの立ち上がりが互角でも直線で差が開く。この難しいアキナの下りで、なんで86があんな速いの。あいつ超うまかったというぜ。
あのクソ親父、やっぱ抜かねえと勝ったとは認めてくんねえんだろうな。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブ。来た。直線で突き放しても食いつかれるってことはコーナーワークで負けてんのかよ。そんなの死んでも認めたくないぜ。パワーの劣る車にコーナーで追い込まれるなんて走り屋には最大の屈辱だ。クソったれ。FD が先か。まあ当然だろうな。何？86が減速しねえ。次は右のヘアピンだぞ。ブレーキフェードか。なんだそりゃ。今何が起こった。あの八六、上がれるはずなかったな。あいつ、道路脇の溝にタイヤを引っ掛けて、上がれるはずのねスピードが曲がりやがった。単純な思いつきだ。誰にでも真似できることじゃねえ。とんでもねえバカが世の中にはいる。楽しみがまた一つ増えたぜ。ドリフトは芸術だと思うよ。俺でも限界領域であそこまでは FC をコントロールできてない。けどノンターボの86じゃいつかは力負けすんじゃねえのか。ターボってやつは直線では強力な味方だが、コーナーの立ち上がりではそのパワーゆえに車の挙動を乱す諸刃の剣だ。だが86なら一度姿勢を決めたらガンガン踏んでいける。テクニカルコースでは切り気でも思い切って踏んでいける車の方が速いこともあるんだ。確かにこのアキナの下りじゃ俺も350馬力を全開なんだ。ほんのわずかだったよ。ドカンと開けたらもう次のブレーキング。マーシャルも長くてイラついた。その辺はリアタイヤだけでパワーを路面に伝える FR の宿命だろ。 FR の宿命。待ってくれ兄貴、4WD の GTR ならどうなる。踏んでも安定してトラクションのかかるアテーサ ETS ならカーブパワーをいくらでも使えるんじゃないのか。
倒したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。八六が離されてくぞ。でかい口叩くだけあってうまいぜ中里。うまく荷重をかけてアンダーを殺しながら走ってる。 GTR のパワーを生かした走りだな。面白みはないが無駄のない分隙がない。のんきなこと言ってる場合じゃねえぞ兄貴。八六狩りナイトキッズに先越されちまうなんて屈辱だぜ。それはどうか。前半は比較的ストレートが長く勾配も緩やかだが、ダウンヒルスペシャリストの進化が発揮されるのは勾配のきつい後半だ。どうなってんだ三つどもえって。まさかいきなり群馬最速決定戦にやっちゃうのかよ。低速のヘアピンカーブは GTR の得意分野。強力なブレーキできっちり車速を落とせば下りでは嫌でも前輪に荷重が残る。最大の泣きどころのことシングアンダーは出にくいぜ。そしてこの瞬間がたまんねえぜ。どんな車にも負けねえ低速ギアからの加速、剛性たっぷりのボディはびくともしねえ。サーキットで最強のマシンは公道でも最強。リアサイドの R のバッジは不敗神話の R だ。俺の R についてこれるか八六。足回りのセッティングを変えた？アクセルオンでドアンダー。ドアンダーって何考えてんだブンタ。匠の走りはドリフトなんだぞ。そんな走り分かってねえな。腕さえありゃ FR はアンダーの方が全開で長く走れて踏めるんだよ。ドリフトならなおさらだ。まあ匠には言ってねえけどな。言ってねえのかよ。今頃急に操縦性変わって混乱してんぞ匠。言ってもしょうがねえんだよ。頭で考えて乗り方変えていけるほど器用なやつじゃねえからな。いやだったらなおさら。頭は器用じゃねえけど体に染み込んだ感覚は確かだ。ちょっとぐらい足回りいじったってあいつには関係ない。うんだ匠なら乗りこなせるよ。八六はドライバーを育てる車だからな。違う、やっぱり違う。踏んでも車が乱れない。今までよりもワンテンポ早く踏める。流れすぎないから思い切って踏んでいける。そっか親父、店閉めて出かけてたのはこのためだったのか。よくわかんねえけどこれはこれでいい感じだぜ。すげえ、目がついていたね。俺が負けた技、イン側の溝にタイヤを引っ掛け出した。いよいよ本気出して切り始めやがったなあの野郎。86が追いついてる。バカだ、ありえねえ。上等だぜ。そこまでやられちゃ86が非力な旧型車だって意識を完全に吹っ飛んだぜ。一級品の戦闘力を持ったいいマシンじゃねえか。ゾクゾクするぐらい嬉しいぜ。こんな美味しいバトルはこの車に乗り換えてから初めてだ。低速コーナーは
いくら86が突っ込みで食いついても立ち上がり加速の差でまた距離が開く。だが高速コーナーでは86が差を詰めて、インをデッドに攻めるってのは走り屋の口癖だが、奴は半端ねえ。バンパーをガードレールに擦りつけるようにして限界スピードで4人ドリフトしながら最短距離を抜けていく。非力な86が失速しないよう無駄な減速を一切せず、奴のドリフトはそのためのドリフトなんだ。こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎は頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。とんでもねえ圧力、この俺が振り切れねえだとは。クソったれ、生きててよかったぜ。匠、今頃どの辺ですかね。かなり食らってるだろうな。なんせとてつもないスピードだから。もしあの86が本物なら、そろそろ GTR の弱点がたけしに牙を向く。GTR の弱点？なんだそりゃ。ズバリボディの重さだ。ボディの重さ？スーパーフロントヘビーから来るアンダーステアがGTR の弱点。足回りのチューニングやドラテクでごまかしても基本特性は変わらない。ハードなダウンヒルで ABS を効かせながらこじるようなステアリング操作を続ければ必ずフロントタイヤとブレーキが垂れてくる。麓まで降りてくる頃にはコーナーの入り口でアンダーステアと格闘するようになってるはず。たとえチューニングしたブレーキでもだ。フロントの応答性が怪しくなってきた。アンダー気味だぜ。フロントタイヤへの負担が予想よりはるかにでかかったか。厳しいぜ。だけど絶対負けるわけにはいかねえ。お、来たー。86が食いついている。妙義最速の中里が苦戦してるぞ。この5連続ヘアピンで俺は高橋圭介が抜かれるのを見た。内側に飛び込ませなきゃいいんだろうが、インは死んでも開けねえぜ。な、何？外からだと？舐めてんじゃねえぞこのガキ。見たか？切れてるよ。こんな狭いとこ流しっぱなしで抜けてくなんて。また外から、目障りでたまんねえ。 GTR の挙動がかなり怪しい。中里め、集中力をなくしてんだ。目を離すなよ、ケスケ。86が抜きに行くぞ。そうだ、無理にインに突こうとするから不自然なラインになって突っ込みが甘くなるんだ。奴が通れない程度に寄せるだけならもっと進入スピードを上げられる。アウトにラインを振った。インはねえ。いない。どこだ、どこ行った。外はフェイント。フルブレーキングしながらラインを変えやがったのか。鮮やかなもんだぜ。だけどこのまま並んで立ち上がれば二速全開の加速で前に出れる。 RB26 の底力を見せつけてやるぜ。GTR が負けた。いや違う、負けたのは俺だ。 GTR が86に負けたわけじゃねえ。
ショックはショックだけど、不思議と爽やかな気分だぜ。全力を出し切って負けたんだからな。世の中にはすごい奴がいるもんだ。峠は奥が深いぜ。楽しかったろ、ケスケ。すごかったよ。下りのブレーキングで GTR をガンガン追い詰めた86の ABS。 ものすごく性能がいい。何言ってんだ、86に ABS がついてるわけないだろ。やつの右足は機械制御の ABS をもしのぐぞ。俺も久々にワクワクした。今書いてる論文大幅な書き直しだな。つくづくあの86は仕留め買いのある美味しい標的だぜ。兄貴、匠が勝った。マジなの？今ここに撮ってるやはり本当らしい。そうだろ。マジかよ。化けの皮が剥がれたのはお前だったな、たけし。これで当分でけえ面はできねえ。あとは俺があの86に勝ちゃ、ナイトキッズの頭はこの庄司慎吾だ。待ってろよ86、感動的にデンジャラスなルールで解体屋送りにしてやれ。パラパラダシ。ダウンヒルスペシャリストは2人もいらねえ。群馬エリアの下り最速は EG6 シビックと妙義ナイトキッズの庄司慎吾なんだよ。いくつコーナーをクリアできるか見物してやるぜ。FR 車はどんなドリフト名人でもカウンターを当てなきゃオーバーステアを止められねえ。ああ、だが FF のシビックならオーバーステアをアクセルで止め、思い切ったツッコミができる。サイドを引いてアンダーも消せる。そうよ、このルールは FF じゃなきゃ 100% 事故る。事故らねえ FR 使いがいたとしたらそいつは化け物だ。コーナー抜けるたびにドキドキするな。いきなり目の前にぐしゃぐしゃになった86が現れる気がして。匠なら大丈夫な気がする。匠なら。なぜだ、なぜ曲がれる。いきなりでこなせるほどガムテープデスマッチは甘くねえ。どうだ、抜く気になりゃいつでも抜けるんだ。ほらほら、もっと焦りやがれ。もっとガンガン攻めて事故っちまえ。頼らないで曲がった方が早い。何なんだ、いくらプレッシャーをかけても乱れねえ。それどころかどんどん速くなってる。関係ねえ、勝負は勝ちゃいいんだよ。どんな手を使ってでもな。
ガキだぜ。だったらこのままぶっちぎってやる。これだ、レッドゾーンまで一気に吹けるこの音、この陶酔感、死ぬほどいいぜ。止まんない。わざとやりやがったな、てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。俺はこれ以上出せないギリギリで走ってるんだぞ。なんなんだよあの八六。ステリングを使ってね、荷重移動だけで曲がってやる。デスマッチで負けたりしたら俺はチームの笑い者にされて再起不能だ。引き分けに持ち込んででも俺のメンツは保ってみせるぜ。バトルの結末はダブルクラッシュだ。やっちまったのか。なあお前大丈夫か。怪我ぶつけた時キックバックで右手をやっちまったみたいだ。乗れよ、病院まで行ってやるから。救急車呼ぶよりずっと早いぜ。そこまでしてもらうわけにはいかねえな。無理すんなよ、痛いだろ。ここは俺らに任せていいから。慣れてんだよこういうこと。遠慮すんなって。事故った時はお互い様だろ。俺ら地元だから救急病院知ってんだ。ああ、そうそう。すまん、追い抜けるぜ。勝ったんだ匠が。あいつすげえな。
カウント行くぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。始まった。アキナさんの走り屋の歴史で最高のダウンヒルバトルが。86が FC と互角のバトルをしてるぞ。いけータクミー。いつもの兄貴のやり方だ。ここ一番のバトルではわざと先行させて後ろからぶち抜く。どんな相手にもそうやって勝ってきたんだ。86が頭取ってるぞ。すっげえ、今にも当たりそうなスーパーツインドリフト。2名とものっけから見せつけてくれるぜ。すごすぎるぜどっちも。けど本来高橋涼介はあそこまでドリフトを多用するスタイルじゃないだろ。相手の得意分野でねじ伏せるつもりなんだ。ストリートキングの意地にかけて。驚いたぜ。半月前カウンターステアの打角が小さくなった。ターンイン直後に大きめのカウンターを当てる癖がなくなっている。わずかな間に奴は進化している。だが結果は変わらない。俺が勝つ。下りの複合コーナーを2台とも流しっぱなしで抜けてきやがった。けどきついだろうな86。ああべったり張り付かれちゃ。ああ逃げるより追っかける方が技術的にも心理的にも有利ってのは走り屋の世界の常識だもんな。ましてや相手はあの高橋涼介。煽られるプレッシャーは半端ないぞ。すごいさ、鳥肌もんだ。ストレートで速い走り屋は初心者。コーナーを極めて中級。上級者ともなればストレートでもコーナーでもない第三のポイントで差をつける。そのポイントを極めることこそ俺の行動最速理論のメインテーマだ。その理論の限りなく完成形に近いサンプルの一つがこんなところにあったとは。こうしてラインとリズムをコピーしているからこそついていけるが、単独でこれを再現するのは俺でも難しい。恐ろしいやつだぜ。ダメだ、振り切れない。何？何なんだその区間タイムは。自分も測り間違いかと思ったんですけど、前回の交流戦より8秒以上早いんです。8秒だと？ケイスケさんが走った時より8秒も？あの2台一体何をしでかしてるんだ。まだだ、まだあれが残ってる。水落としも通じない。俺なんかが勝てる相手じゃなかった。このバトル負ける。負けたくねえけど俺は負ける。そうなんです。もしこのペースでゴールしたら
2台とも前回86が出したコースレコードを12秒近く縮めてしまうかも。勘弁してくれ、狂気の沙汰だぜ。もう十分だよ。ああ、やばすぎるぜ、こんなの。あの二人だからこそできる究極の限界バトル。間違いない、今夜のバトルは伝説になる。匠。いよいよ5連ヘアピン来るぜ。手前のストレートでのハードなブレーキング競争が見ものだな。86が頭だ。オーバースピードだ、曲がれない。くそ、曲がれ。抜かれた、 FC が前に出た。信じらんねえ、あの86が突っ込みでアンダー出すなんて。やっぱり高橋涼介に食いつかれて逃げ切れる走り屋なんていないのか。不思議なやつだ、あれほど高度なテクを持ちながらバトル慣れしていない。追い込むと意外なほどに脆い。もう少し後ろについて手の内を見せない作戦だったが、前に出たからには一気に突き放して勝負を決める。噂以上だね、2台ともそんじょそこいらのドリフト小僧とスピードレンジが違う。でも勝負あり、このバトル高橋涼介が勝つんでしょ。そうだね、前へ出たくなればけど、ラインのシビアさは86の方が一枚上。あの86まだ死んでないよ。差がつかない、一気に置いてかれると思ったのに。速さに対して差がない、だったら縮めるんだ。少しでもこの差を、1メートルでも2メートルでも前を走るあの白い RX7 に近づくんだ。近づいてる、差が詰まってる。負けてない、俺の方が早い。フロントタイヤの食いつきが、この大詰めで熱だるか。だが少しくらいタイヤがへたろうとも俺の技術に破綻はない。勝つのは俺だ。さあ、いく。いよいよだな、あのスキーローンだと相当もつれてる。読んだ通りの展開だ。ゴールはすぐそこ、一か八かで仕掛けるならこのポイントしかねえ。ブレーキング勝負に必要なスピードの乗る直線、道幅の狭いアキナの峠で唯一このコーナーだけが三車線あって、ラインの自由度も高い。そしてその先は二つの R が重なった複合コーナー。このコーナーを立ち上がって先頭を取った方が勝つ。来たぞ。よっしゃ、86がケツに食いついてる。さあどうする、どう攻める。アウトだと。外からじゃ抜けねえ、最短距離を行けるインが絶対有利なんだ。FC が膨らんでくる、クリップにつけない、失速するぞ86は。うっ、もう突き上がった。
しびれまくったぜ。たまんねえや。ああ。四輪ドリフトのまんまラインがクロスした時なんざ、全身に鳥肌が立つのが分かった。俺たちは運がいい。本当のバトルを見せてもらったぜ。誰一人として言葉を発しようとしなかった。高橋涼介の敗北に落胆する者も、匠の勝利に歓喜の声を上げる者もいない。その場にいた者すべてが、にじろぎもせずに立ち尽くしていた。一つだけ確かな事実は、二度と破られることのない、下りのコースレコードを秋名に残して、奇跡のバトルは幕を閉じ、そして、何かが始まった。どうしても気になってることがあるんですけど、教えてもらえますか？俺が追いついてくるのを待ってたのは何でですか？そいつはとんでもない見当違いだぜ。お前が自分でペースを上げたんだ。え？確かに俺はフロントタイヤが怪しかったが、ペースダウンは最小限に食い止めたつもりだ。言い訳にはならないさ。条件は同じだが、お前はタイヤに悲鳴を上げさせなかった。俺の負けだ。その若さでよくあれほどのテクニックを身につけられたものが、つくづく感心させられるよ。みんな俺のこと買いかぶってます。俺はただ人より多くアキナを走ってる分慣れてるだけで、特別なテクニックなんて本当は何もないんだ。俺は俺の方が早かったとはそんな風には絶対に思ってませんから。そんなことを言うためにわざわざ俺を止めたのか。今までいろんな人間を見てきたけど、お前みたいなやつは初めてだ。お前いいやつだよ。気に入ったぜ。藤原拓海だったな。小さなステージで満足するな。広い世界に目を向けていけよ。広い世界。また会おうぜ。